今日から教育実習生でお世話になります。藤田です。教育実習生の藤田くん、よろしくね。よろしくお願いします。実は、うちの生徒だけどね、うちのクラスは特に不良が多くてね、本当にみんなだるそうにするんだけど、気にしないで、藤田くん。あ、そうなんですか。あ、ただ、授業のやり方とか覚えてもらったらいいから。はい、わかりました。今日はですね、教育実習生が来てくれています。藤田くんと言います。藤田です。よろしくお願いします。ざわざわ、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 もう、ざわざわしないよ、みんな。まあ、仕方ないか、いつものことだし。先生。どうした？ここは一つ、やる気のないやつは帰ると言ってみてはどうでしょうか。え？やっぱりこんなの授業を受ける態度ではないと思います。ここは一つ強く出た方がいいと思います。あ、そんなことはしたことないな。じゃあ僕がやってみるので、僕に任せてもらえますか。わかった。おいお前ら、やる気のないやつは帰れ！ドタ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 。あ、帰った。ドタ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 と帰った。やる気のないやつらばっかりだった。机と椅子ごと帰った。え、嘘。帰るんこれ。てかこれどうしよう。僕教育実習生のに、やる気ない生徒みんな帰らしてもらった。え、どうなんのこれ。藤田くん。あ、先生、すいません。あ、君はね、教育実習生不合格だ。あ、許してくれる感じじゃない。教育実習生不合格だって思ったわ。てか、そういうシステムな。担当教官から直接不合格だって言われるシステムな。え、だる。帰りなさい。あ、ちょっと待ってください。だるいですわ。え？いや、てか、僕悪くないでしょ。生徒があんなすぐ帰るのが悪いでしょ。いや、君が帰れって言ったからでしょ。いや、てか、みんなのやる気がないのが悪いんだ。普段から、あなたが生徒のやる気を出させるような授業をしないから悪いんだろ。なんてこと言うんだ。ちゃんとやる気出るように授業しろ。僕だって頑張ってるのに。お泣かした。あ、目上の人お泣かしてもたった。目上の担当教官も泣かしてもたった。え、だる。ぎゅうしてもうたった。目上の担当教官ぎゅうしてもうたった。いや、そらしてまうて。いや、僕、女の涙と目上の担当教官の涙にはめっぽう弱いんだもの。そらぎゅうしてまうて。やめてよ、こんなとこで泣くの。あ、先生、すいません、言い過ぎました。先生も普段から頑張ってるんですよね。わかってますよ、そんなこと。藤田くん。あ、そうだ、今から二人で一緒に生徒たちを追いかけましょう。ほんで、授業をちゃんと聞いてくれって頼みましょう。あ、いや。え？僕、そこまでやる気はない。あ、そこまでやる気はないんかい。じゃあ僕もやる気ない。帰ろ。大きな国の木の下で、チャンネル登録してる人とチャンネル登録してない奴ら、仲良く遊びましょう。大きなチャンネルの木の下で。